連載2回にして早くも映画化決定。その折り込みポスターです。高倉健主演、ジャン・ギャバン、ショーン・コネリー、リー・マービン、ヘンリー・ホンダ、ジョン・ウェイン、スティーブ・マックイン、ジュリー・アンドリュース、ライザ・ミネリ、ダニエラ・ビアンキ、そしてモガンボ斎藤こと作者の斎藤隆夫氏など当時の国際的大スター総出演の大妄想映画のポスターです。ゴルゴ13には二度と読むことのできない封印作品と呼ばれるエピソードがいくつかありますが、これはそれらのエピソードが掲載されているネックコミックスです。ネックコミックです。皆さんこんにちは、幸せオタクと申します。この動画はいわゆる69歳からこきの私が半世紀以上かけて集めてきた漫画を紹介しようというものです。ということで今回は斎藤隆夫先生のゴルゴ13です。ゴルゴ13は昭和44年、1969年より小学館のビッグコミックに連載され、半世紀以上経った今でも、そして作者の斎藤隆夫先生の亡くなった今でも、なお連載されている脅威の漫画です。ゴルゴ13は超A級スナイパーの殺し屋を主人公としたピカレスクロマン。ディープな現代の国際情報情勢を背景に実行不可能な狙撃を完遂する。このエピソード一つ一つが映画一本一本のクオリティを持ち、それを半世紀以上もコンスタントに作り上げてきたのは恐るべきことと思います。こちらがゴルゴ13第1回のビッグセーフ作戦が掲載された昭和44年1969年1月号のビッグコミックスです。1964年、西ドイツ・ハンブルグの売春宿で物語は始まります。ことを終えて生涯を見るゴルゴに、いたずら心を起こした娼婦が後ろからそっと忍び寄る。すると、ゴルゴルールの一つ、黙って俺の後ろに立つな、ということで、ゴルゴは反射的に振り向きざま女を殴り、宿の用心棒たちに追われ、着の身着のまま逃げますが、西ドイツ警察に捕まってしまいます。今のゴルゴなら軍隊が押し寄せても逃げおせるところですが、今回は敵でもない女を殴り普通の警察に捕まってしまうというやや間抜けなところから物語は始まります。第1回では他にも報酬を受け取るとき領収書はいらないだろうねと軽口を叩いたり、現在では笑わないとされているゴルゴですが、ここでは他人の情事を見て国葬演だりしています。現在のゴルゴと比べるとかなり人間的です。これはゴルゴ13第2回が掲載された昭和44年1969年2月号のビッグコミックです。その中の折り込みポスター、それは当時の国際的スター総出演の大妄想映画劇場版ゴルゴ13のパロディポスターです。ゴルゴ13を演じるのはタバコの火で右目しか見えませんが、この鋭い目つきは明らかに高倉健さんです。そしてスコープに映るのはジャン・ギャバン、ショーン・コネリー、写真に映ってるのはリー・マービン、ロバート・ショー、ロッド・スタイガー、ヘンリー・ホンダ、スザヌ・プレシェット、ダニエラ・ビアンキ、そしてモガンボ斎藤こと斎藤隆夫氏その人です。さらにすごいのはこのパーティー会場です。これだけ小さいのに各俳優さんがかき分けられています。スティーブ・マックイン、チャールトン・ヘストン、ジュリー・アンドリュース、ライザ・ミネリ、サミー・デイビス・ジュニア、ウェイターはジャン・ポール・ベルモント、ジョン・ウェインはケビン・カ、当時の国際的スター総出演のこんな映画が
実現したら最高でした。ゴルゴ13のコミックスの定番といえるのはリード社の SP コミックスです。現在207巻まで刊行されています。私は買っていなかったのですが、古本屋で100円で販売していたので、つい何冊か購入しました。あのゴルゴ13がたった100円で販売されているのは、嬉しいのか悲しいのか、ちょっと複雑な気持ちであります。次は B6 番、別冊ビッグコミック、特集ゴルゴ13。雑誌掲載文をまとめて最初に読める総集編で、現在217巻まで刊行されています。そして迫力の B5 番雑誌サイズのビッグコミック増刊ゴルゴ13総集編で、現在では209巻まで刊行されています。マイファーストビッグは創刊特価税込み300円とあるように、ビッグコミックで連載された漫画をロープライスのコミックスで販売されました。主にコンビニで売られたのですが、このシリーズは大ヒットし、他社でも続々と出版するようになりました。このようなワイド版まで出るようになりました。ベストセレクションの豪華本も何冊か出版されています。私が持っているのはこの2冊だけですが、他にも何冊か出ているようです。私はコミックスは全巻揃いが原則ですが、ゴルゴ13はビッグコミックを創刊号から30年ほど迷子を購入して、それを全部所有していましたので、初期のコミックスは買っていませんでした。まだ学生で経済的余裕もありませんでしたので、今ではこの別冊と増刊のゴルゴ13シリーズのみ迷子を購入しています。余談ですが、 SP コミック3巻の狙撃の GT、 ここでは GT としか書かれていませんが、予告編では GT がゴールドテクニックと振り仮名がついています。私はこのタイトルも好きなのですが、この中に印象的でまた貴重なシーンがあります。それは今回の狙撃は走る自動車から列車へ、それもターゲットは一瞬しか現れない、ほとんど不可能狙撃なのですが、1発目が命中し、2発目を装填する時のゴルゴのこの嬉しそうな顔、こんな嬉しそうなゴルゴの表情は見たことがありません。さらに余談ですが、ゴルゴの下着といえば白のブリーフが定番ですが、ここでは珍しく黒のブリーフを履いています。ゴルゴ13には諸般の事情により単行本未収録の封印作品と呼ばれるエピソードがいくつかあります。これらはそのエピソードが掲載されているビッグコミックです。まず昭和61年1986年4月10日号25日号のダミーの栽培です。この作品では老衰した当時のイラン最高指導者ホメイニ氏とその影武者ダミーや、長引くイラン・イラク戦争に反発するイラン国民が描かれています。1991年にホメイニ氏を冒涜したとされる悪魔の歌を翻訳した筑波大学助教授が殺される事件があり、おそらくそのことでこのエピソードが封印されることとなったと思われます。続きまして、昭和61年1986年12月10日号25日号のスワップ
捕虜交換です。ここでは実在の組織 PLO パレスチナ解放機構が描かれています。 PLO は1988年にテロの放棄とイスラエル生存権の承認を宣言し大きく路線変更しました。そして世界各国のマスメディアに対し PLO イコールテロリストというイメージの描かれ方に抗議活動を開始しました。というわけでこの作品は封印作品となりました。しかし26年後の別冊ビッグコミック2012年4月13日号のゴルゴ13で組織名を架空のパレスチナ解放武力同盟と変えて再録されています。このエピソードではゴルゴは300メートル先の2人の女性の頭を一発の弾丸で射抜くという離れ技をやっています。続きまして昭和63年1988年8月25日号9月10日号のバチカンセットです。カトリックの総本山バチカン教会を追われた司祭が肉体関係を持つ修道女を使ってスイス銀行をハッキングし秘密口座から20万ドルを強奪します。司祭は秘密を守るためにその女を修道女を殺してしまいます。そしてそれはゴルゴ13の秘密口座でした。さらにバチカンのトップである司教も断じ合いの過去があるというこのバチカンセットはバチカンの内幕を描いたフィクションですが、後に現実のカトリック司祭による断じ合いなどが報告されたため封印作品となったようです。しかし2018年発行の愛蔵版コミックスゴルゴ13ゴルゴ13リーダーズチョイスに初収録されました。私はこの本は持っていません。このコミックスは現在電子書籍で読むことができますが、紙では一般にプレミアム価格で販売されており定価では手に入りにくい状況かもしれません。そして平成5年1993年ビッグコミック2月22日増刊号の告発の鉄十字です。多重人格の元ナチス親衛隊員であった男の過去を撃ち抜くこのエピソードで強制収容所で行われたナチスの行為がその後の医療技術の礎となったとナチスを肯定するような発言があるため封印作品となったようです。こちらも1996年別冊ビッグコミックのゴルゴ13では再録されています。最後までご視聴ありがとうございました。次回は千葉哲也先生、高森浅夫先生の明日のジョーを取り上げたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタンいただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。